あ、私から始めてきます。はいはいはい。すいません。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、皆様こんばんは。在宅歯科カレッジの緊急生放送を行っていきます。本日の、講演に関しては事前収録になりますのでご了承ください。それでは今日のゲストは、TOS 健康企画の佐野さんです。佐野さんこんばんは。こんばんは。はい。になります。はい。2回目の出演になりますね。で、ありがとうございます。はい。こちらこそありがとうございます。そしたら、まず佐野さん自己紹介お願いしてよろしいですか？はい。私薬剤師なんですけれども、病気の裏にあるさまざまな事情を解決できたら、まあ、薬が一つでも減るんじゃないかなという思いからカウンセリングを学びました。まあ、今は患者さんのとのお話ね、お薬の話をしながらいろいろなところをカバーできるようになって大変役に立ってます。で、まあ、あとはコミュニケーションスキルということで、ソーシャルスキルトレーナーというのもやってまして、まあ、リーダー研修とか、まあ、スタッフ同士のコミュニケーションの研修とか、まあ、あと、まあ、患者さんへの行動変容支援っていうのもいろいろやってます。で、まあ、この間、5月9日に初めて、在宅歯科カレッジでお話をさせていただきまして、その時は NPO で活動している地域活動のお話をさせていただいたんですけれども、まあ、その後、あかり先生から、ね、院内の人間関係とかスタッフのコミュニケーションとかっていう話をしてほしいと言われて、ホイホイと乗ってしまいまして、はい、今回話させていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。佐野さん自体は、薬剤師の資格をお持ちで、その地域に関しての取り組みを前回お話ししていただいているので、ご興味ある方はそちらの方もアーカイブが残っているのでご覧いただければと思います。じゃあそういう形で、佐野さん、じゃあ早速お願いしていいですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、まあそうですね、コミュニケーションの研修っていろいろ皆さん もう経験があるかと思いますので、今回ちょっとカウンセリング的な要素を入れた研修内容でお話をさせていただきたいというふうに思っております。はい、お願いします。まずですね、はい、このお綺麗なお花にウイルス嫌だねっていうのを指して、これ娘が作ったんですけども、おう、ね、皆さんこう新型コロナウイルスの中頑張ってますよね。本当に薬局にいらっしゃる患者さんでも、なんか明らかにコロナによるストレス症状と思われる方が増えてきてます。うん、でまた病院に行くのが怖いからって、この間はもう1ヶ月も血圧の薬を飲まないで血圧急上昇して夜中に救急でかかったっていう方がいらして、わ病院に来るよりよっぽどその方が危ないよって感じなんですけども、うん、まあ、歯科領域の、ね、中で診察に関わってくださってる皆様、本当にありがとうございます。そして他の医療とか介護現場でもお仕事をしてくださってる方、本当に感謝されません。ね、心配なことがいっぱいあるかなと思います。でもそんな中で頑張ってる自分をまず褒めてください。うんうん、ね、毎日朝起きて今日も仕事に行く私はなんて素晴らしいんだろう、すごいな、ね、そして鏡を見ながら、あ、今日も美しいわとかねそういうふうに褒めていただきたいなと思います。うん、褒めるってことは一番簡単なストレスマネジメントなんですよね。うん、そして褒められていい気分になると、このドーパミンが出ます、ね、はい、ドーパミンが気になります。やる気スイッチをオンにするにはとってもいい方法です。うん、だから褒めてください。自分を褒められないっていう人は人も褒めるのが苦手なので、ぜひ褒める練習をしていただきたいなというふうに思います。はい、そしてこのスライドは前回にも出したスライドなんですけれども、まあ大事なことは愛なんですよね。うん、なぜこんな話から入るのかなと思うかもしれませんけれども、愛にはこの3つしかないでしょう。まあこう歪んだ愛もありますけれども、この中に分類されますよね。じゃあまず人から愛された、愛って大事にされたいという思いがやっぱり一番多いかなと思うんですけれども、この思いを満たされると、やっと、あ、自分で何かやっていこうっていうふうに自己信頼心を持って行動ができるようになってきます。はい、まあ、そうじゃないとこういつになっても人に認められたい、愛されたいっていう
願望が強くて、人の顔色を伺いながらどうしたら認められるか褒められるかっていうことばかり取るようになっちゃいます。うんうん、まあ、いつになってもね、自分に自信が持てなくて、ちょっとでも何か言われるとへこんだり、逆に怒りが来たり、自分はこれがやりたいんだって自信を持って言うことができない、ね、自分で考えられないっていうような、こう最近結構ちょっといるんですけども、まあ、新人教育をしてた時にはマニュアルがないからできませんっていう新人さんいましたね。うん、小さい頃からお母さんの顔色を伺ったり、まあ、どうしたら先生に褒められるかっていう行動を取ってきてると、もうこれが生き方の基本になってしまうんです。うん、見返りを期待しないで十分な愛を持って育ててもらうと、まあ、多くの親は大体みんなそうなんですけども、そうすると人の愛を感じることによって、今度は自分を大事にしていこうっていうふうに成長してきます。うんうん、そして思うような行動が取れるようになり、周りの人たちにも愛を与えられる、人を大事にするっていう方向に向かっていくんですね。まあ、これが人間関係の基礎を作るというふうに考えてます。はい、うん、でね、物事を認知するのは見た目の事柄だけじゃなくて、その人の持ってる主観もそれから客観も違ってくるんですよ。まあ、あのイメージっていうのはね、あのそもそもは視覚とか聴覚、その感覚情報ですよね。ね、これって3歳以降の情報であって、その前に3歳以下に扁桃体にこう記憶された感情の情報があるんですね。はい、その扁桃体に記憶された情報っていうのが結構めんどくさいもので、まあ、同じこの脳神経活動のパターンが働くと、その同じイメージが活用されて過去の状況が戻ってくる感じになるんですね。だから同じ状況でも、その一人一人が育った環境とか体験とか知識、パーソナリティね、そういう、あとは遺伝的に引き継がれたものということで、その人の今が変わってきます。だから今を作ってるのは過去からの情報と、また未来の情報、両方なんですね。うん、まあ言うのはたやすいですけど、え、それって何なのっていうね、ちょっと難しい話になってしまいますけど、はい、はい、だから、あの過去にすごくね嫌な状況があると、同じ状況に出くわすと過去の感情が戻ってくるんですね。うんうん、それで、あ、もうこれは嫌だ、逃げようっていう風になって、そこに立ち向かおうという勇気がなくなっちゃう。うんうん、で、だからこの今のねコロナストレスも、何かそれに似た状況が過去にあって、もうこれは自分では対処できないってなると、もう不安がいっぱいで、それこそほら病院に行くのも怖くなっちゃうしっていうような感じになるんですよね。うんうん、だからここで、そこと戦って自分なりの克服の仕方、あとはこういうふうにやったから、あ、無事だった、大丈夫だったんだって自信を持った経験があれば、この次の時にがむしゃらに怖がるっていうことがなくて済むかなって思います。うんうん、カウンセリング的に言うと、その過去のね、あのネガティブな情報を戻して自分でできたっていうところをやってもらうっていうようなカウンセリング手法もあるんですけどね。うん、まあ、そんな感じで、そうなんですよ、現在の、まあ、認知が変わってきますというお話をさせていただきました。はい、で、まあ、一応リーダーシップっていう形で、考えてみて、まあ、こういうパターンがあるかな、黙って俺についてこいタイプ、うんうん、あ、ここならついていきたいなって思えるタイプ、まあ両者があるかなと思うんですけれども、まあ、こう集団をねまとめて引っ張っていくことが必要で、まあ、なおかつ一人一人のできれば夢を実現できるように導いていく、でその夢を持ってこう一緒に進んでいけるような、まあ、そんなリーダーだったら、あの人ならついていこうになるんですよね。うんうん、でも意外と黙って俺についてこいも親分タイプで、本当は結構面倒見のいい人だったりするんですよ。うん、だから そこをうまくコントロールすると上手な付き合い方ができます。なるほど。でこういう人ってほら、そう親分タイプだから
意外とその配下に入ると面倒見がよくって、の世話をしてくれるっていうね感じなんですね。なんていうのかな、そうビートたけしとかね、あんなタイプの人たち、肝っ玉母さんとかね、そういうタイプ。まあその人を見てやっぱり付き合っていくといい付き合い方ができるかなっていうふうに思います。でこれもね、やっぱり過去のイメージ記憶によるもので、人間10歳までに出会った人たちの顔つきとかね、その付き合い方でその先を判断するって言われてるんですけど、はい、だから社会に出てから、あ、この上司苦手なのよねとか、あの人ねちょっと私は苦手だなっていうのは、10歳以下の何かそういう状況があって、その人に似てるタイプで、あ、もうダメってなっちゃう。へえ、そんなことが、うん、そうなんです、そんなことがあります。だから逆にその人が分かればね、過去にその人との関係をいい関係にすると、今の上司ともいい関係になるというね。ちなみにそういう風になって、サンさんごめんなさい、うん、なんかね分かんないけど、はい、すごい画面がでかくなったんですけど。そうなんだよね、やっぱり。そしたら一回まだちょっと大きいかな。まだ大きい。なんでだろうね。大丈夫か。コントロールゼロをしてもらっていいですか。コントロールキーをしながらゼロをしてもらっていいですか。はい、押しましたけど変わんない。直んないか。まあとりあえず続けていってみましょう。うん、見えてるから大丈夫かな。あ、大丈夫か。すいません、うん、大丈夫です。はい。このまま続けちゃっていいですか。大丈夫です、大丈夫です。はい、すいません。はい。そうなんです。はい。そして、はい、どこだったかな。はい。気持ちや感情のコミュニケーション。ね。じゃあ、どんな風に話を聞いていったらいいんでしょうね、っていうことなんですけど、はい。まあ、どんなことでも聞きますよって、この人なら何を話しても大丈夫だな、という関係。安心安全な環境が必要なんですよ。うん、だからスタッフ同士のコミュニケーションもそうだし、患者さんに対してのコミュニケーションもそうなんですけど、やっぱりこの人なら話を聞いてくれるなって思う人にはちゃんと話をしてきますね。うん、でこの人はちょっと忙しそうだし話を聞いてくれないんじゃないかなっていうのを患者さんはキャッチするんですよね。うんうんうん、だからすごい、人って会って3秒で見極めるっていうんですよ。はい、さっきもほら顔の話しましたけど、あ、この人はダメって、あ、この人は拒否してるってところどっかで察するんですね。うんうん、その顔の表情ってすごく大事です。うーん、私はほらロッカーに鏡があるじゃないですか。朝来てその鏡で顔の表情をまず自分で作って、笑顔を作ってから薬局出てくださいっていうからね。そんな話をすることがあります。まあ、信頼関係を形成するっていうことには、まあ、いわゆるね、傾聴、それから共感とかっていろいろありますけども、まあ、そういう手法は皆さんもちょっとやったことがあるかなと思うんですが、まあ、もし機会があれば実習を入れながらこんなこともやれたらいいんですけど、はい、まあ、分かってほしいっていう思いを満足させるっていうことですよね。その真っ白な気持ちって言葉では言いますけど、じゃあどういう話なのっていうことになりますけど、はい、自分の中での解釈とかを入れないでさらで聞くってことです。うんうんうん、人の話聞いてるとよく自分の経験とか出てきて、あ、そうそうそうとかって、それを共感だと思ってる人がいて、それは同感なんですよね。で、そうそうそうって思えないことに対してはね、言えない、分かんないになっちゃう。でも分かんない状況でもこの人にとってはそうなのねっていうふうに理解していく。うんうん、そう、それで言葉とか分からないことがあったらそこで聞いてみて、そういう、それってどういう意味なんですかって聞くとか、まあ、逆に患者さんの立場からするとあれですよね、専門用語を使うと分からなかったりするから、そういう時に患者さんの立場とすれば質問をする、うん、それからまあ逆な立場としても患者さんなりの言い方で分かりにくいところがあったら質問はしてもらっていい。であとはその
話の中の事柄から感情を引き出す。でこれが難しいんですけれども、人はやっぱり感情で動いてるので、はい、そこにどんな感情があるかなっていうことがとっても大事なんですよ、はい、それで自分自身もその感情が分かってないっていうこともあって、その感情が分かると自分に焦点が向いて自分を見つめ直すことができて自己決定できるようになる。でそういうことでこの話の本質が見えてくる、うん、例えばね、この間私Facebook に上げたんですけど、ちょっと美味しいレストランからホームステイのお弁当をテイクアウトした話なんですけど、はいはい、コメントを上げてくれた人がほとんどそのお弁当について書いてくれたんですよ、うん、まあそれでね、ちょっと高めのねいいレストランでお弁当を買ってきたんで、まあ嬉しいんですけどね、そこに注目してもらうのも、うん、でもそれを頑張って美味しいお弁当を子供たちはね孫の分までも買って、その次なんですよ、ズームで食事会をやったって話が書いてあって、うん、今ほら直接会えなくなってて、オンラインを通して一緒に食事会ができたのがとっても嬉しかったな、ね、一緒に会話しながら食べると楽しくってこうね余計美味しく感じたよっていうことが本当のその気持ちの中にもあったんですけど、はいはい、皆さんその素敵なレストランとかね豪華なお弁当ってところに注目して、コメントはほとんどそこだったんですね。うん、そういう時にもし、あ、お孫さんたちと一緒に食べられて嬉しかったんですねっていうところに着目して話を進めていくと、その裏にある話の本質が見えてくるんですよ。だから患者さんの話を聞く時も最初はだいたい事柄しか言ってこないですね。その自分の感情を出すってことはなかなか難しいので、はい、で話をいろいろ聞いてるうちにぐるぐる回ってやっと到達してくるんですよ。うん、そして、あ、そうか、本当はこのところが言いたかったんだねっていうところを引き出すと、もう患者さんは、あ、分かってくれたんだこの人はっていうので、だーっといろんな話をしてきます、うんうん、そんなもんなんですね、はい、でよく言葉のキャッチボールって言いますけど、気持ちのキャッチボールをしてもらいたい。うん、その気持ちが大事です。で、うん、このメラビアンの法則っていうのは有名なんで皆さんご存知の方多いと思うんですけど、まあ、これにもいろいろ裏はあるんですけどね、うん、まあ、言葉では、まあ、言葉だと 7% だって、あとは声のとかね表情態度で、この非言語的なコミュニケーションで人は伝えているっていうことなんですね、うんうんうん、まあ、言葉っていうのは作ろうことができるし、嘘も方便っていうのでね嘘をつくこともできるんですけど、嘘をつきながらなんか声が震えてたりちょっと目がね泳いでたりっていうので、そういう表情を見てみると、あ、この人本当にそれを言ってるのかな、本当は違うことを言いたいんじゃないかなっていうところを察せるわけなんですよね、うんうん、で、あとはまあ、薬局なんかでね患者さんにいろいろ説明をして、はい、じゃあお大事にただ言って、でもその後すぐにお大事にって言ったのにすぐに帰ろうとしないで、そこにちょっと待ってる、え、なんだろうこの人って思って、そこで調剤室の方に入っちゃっちゃいけない、うん、え、これは何を意味してるのかなってことを感じ取って、あ、何か気になることありますかとか、あ、もうちょっとお聞きになりたいことありましたっていうふうに投げかけてあげると、実はねって言って、もうちょっと聞きたいことがあったっていう話が出てくるんですよね。うん、うん、だから、あ、忙しそうにあの人行っちゃった、やっぱり話せなかったって思いを持って帰らないで済む、うんうんうん、そこに表情とか態度を観察してもらいたいっていうのがコミュニケーションの傾聴の基本ですね。なるほど、はい。そしてコミュニケーション、いろんなタイプがありますけど、まあ攻撃的にっていう形で一方的に言うような、これはまあ、リーダー研修ってこともありますけど、逆に言うとその患者さんでもこんな人とかいっぱいいるので、こういう人にはどうしたらいいのかっていう話にもなるんですが、自分の言いたいことだけ一方的に言ってくるんですよね、うんうん、それで結構上から目線で、
もうバッと言ってそれでそのまま、うん、あ、分かんないならいいよみたいな感じで帰っちゃう人とか、うん、あとはその親分肌なリーダーね、一方的にこう自分が偉そうにしててズバッと言うタイプの人でも、この人もさっき言ったように、うん、もしかして本当はちょっともうちょっと丁寧に対応すると面倒見がよくってね、まあ、上手に立ててやっていくとうまく関係が結べる、うん、でこの次のね、その隠れ攻撃型って結構面倒なんですけど、うん、まあ、丁寧で優しい声でなんか良さそうに話してくるんですが、インギンブレーナという言い方ね、私これなかなか真似できないんですけども、うん、言葉だけを取るとのなんかいいこと言ってるなってか普通に優しく言ってるように見えるんですけど、その裏に何があるんだろうっていう、そこですよね。そこもほらさっきの言ったように声の調子とか態度を見てると、あ、この人は本当にこういうことを言ってるんじゃないんだな、その裏に何かあるのかなっていうのを察することができます。患者さんでいますけどね。あ、患者さんいますね。いますね。例えばどんな方？例えば、まあ、認知症の方だったんですよ。一番最初の時の院だったから結構覚えてるんですけど、うん、まあ簡単に人物像を言うと、すごい昔はお嬢様だったと。ただ今生活保護になってしまったと。だから言葉遣いはすごい丁寧なんですよ。うん、で、なんかこれしていただけますかって言うんだけど、その言ってる内容が全部自分中心なんですよね。うん、それ違くないみたいなっていうのがここにはまるのかな。まあそれは分かりやすいですけどね、正直。うん、分かりやすいですけどね。うん、そう。でもそうなんですよ、本人はそのつもりじゃない風を装ってるんですけど本当はそうじゃないみたいな、ね、いやそれってさみたいな。そうそう、だからその時にもやっぱり同じですよ、その人を立てて、だから、うん、本当はお嬢様だったんだっていうので、そういう扱いをしてもらうことで自分がこう落ち着いてくるわけですよね。あ、それ結果的に回避方法があったんですよ。 あったんですか。で何なんだろうって思って、もう職員さんに聞いてたんですね。で何って言ったら、フロアごとに3回分けて行ってたんですけど、そのフロアで一番最初に来たら一番最初に私に来いと、2番目以降にすんなと、うん、っていうところだったらしいです。あ、やっぱりね、自分を大事にしてほしいということを言ってた。そうですね。うん、そうなんですよ。そこがね、難しいっていうか、多分ね、それは分かっても他の人に対してね、一人だけ特別扱いするわけいかないですもんね。あ、いや、でもその人ぐらいしかその対応してなかったのでそうなんだ。そうだから結果的にもう一番最初に行くか、あとはいや、やってたら、いや自分トイレ行ってたじゃんって言って、でどうしたらじゃあそれ回避できるのか教えてよって言いながら、もうそこでもう怒っちゃうと無理なんで、他の階に行って見えないようにして5分後か10分後かに戻ってくるみたいな。そんな感じです。そうなんですよね。だから自分に余裕があるとそれができるのかなっていうふうに思います。あ、そうですね、サポート側がね、うん、そうなんですよね。うん、でこれね、人間をね、こう分類した遺伝子に基づいた分類の仕方があって、それ話すとちょっと長くなるので何かの機会にやりたいんですけど、それ面白いです。はい、チェックリストまで作りましたね。あるのでそうするとこういうタイプの人にはこんな風な付き合い方をすればいいんだなみたいなのが出てるので、うんうん、まあ、そういうのもまた機会があったらと思います。あ、それいいですね。うん、で、まあ、このあとはね、あれですよ、 You are OK で自分さえ我慢すればみたいな、うん、であなたが良ければいいんですよっていうタイプの人で、まあ、これよくは中間管理職とかね、そんな人でいるのかなっていうふうに思いますけど、あ、でも意外とね、日本人ってやっぱり自分さえ我慢すればいいんだって頑張っちゃうタイプの人多いですよね。多いし、このタイプ超胃がんになりそう。そうなんですよ。それでストレス溜めて、ね、自殺までいかなくても
病気の方に移行していくっていうタイプそうでしょうねっていう、そうなんですよね。だからそれがまあ自己表現的、ウィは私もあなたも OK ですよっていうような形になるのが一番望ましいわけなんですけれども、人のことを気遣いながらちょっとあのいろいろ声掛けをして、まあまとめるようなタイプの人ってやっぱりいますよね。で常に喋ってて気を使いながら疲れないかなと思うんですけど、まあ、その人は喋ってることに対してそれがストレスマネジメントになってるから、まあそうしていないで黙っててくださいって言われたらかえって疲れちゃうんじゃないかなっていう、まあ、そういうタイプの人もいるんですけど、そうですね、まあそういろいろタイプに合わせて本来でしたら対応していくってことができるといいんですが、なかなかまあそういうわけにはいかないですよね。うん、で、日本人特にこのアサーション苦手なんですよ。アサーションって初めて聞きましたね。あ、そうですか。だから自分、さっきの話はね、自分が我慢しちゃえばいいやっていう感じで、なかなか自分の本音を言えない。うんうん。うん、であの上手に物事をお話ができて解決できるっていう方法ができれば一番関係性がね、うまく仕事上の関係とか一番うまくいくんですけれども、うん、まあそれこれはね本当にねみんなできないんですよ。みんなってことないけど、うん、あの研修でやるとすごく難しいんですこれ。うんうん、でもうあの台本通りに練習をしてもらって、なるほど、で後で、うん、あの実際にやってもらうんですけど、なかなかこれが難しいところが、でまずさっきも言ってたように自分の気持ちが分かんないっていう人が多いんですよね。はい、分かりますそれ自分の気持ちが分からないっていうことが、ていうか、うん、自分の気持ちが分からない。さっきのあのなんだっけ、前の方の資料の感情のなんだっけ、戻せます。ああはいはい、あうん、そこまでじゃなくてその次、その次、これのなんだ、え、その次だっけ、なんかあのうつ病に近い、いや今の資料か、あ、私があの書いてなくて話を入れたところですね、きっと、うん、なんかうつ病になりそうな感じの、なんだろう、その言葉が、あ、感情を出すことがなかなか難しいに近いのかな、うんうんうん、に多分そのうつ病が近い人種って多分こういうところなんだろうなって思うんですけど、どうなんだろう。そうですね、はい、そうですね、うん、それであの人に出すこともできないけど自分がどういう感情かわからないってところが一番問題ですよね。うん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 、怒ってんのか悲しいのかなんなのかっていう、そう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 、で感情をあんまり出しちゃいけないっていう風にな環境で育ってる、自由に、まあ、子供の時にね自由に思う通りにあの言いたいことを言って泣きたい時に泣いて怒る時に怒ってっていうことができてるといいんですけれども、うん、さっき言ったようにほらどうしたらいい子ねって言われるように育ってると、そういう感情をあんまり出しちゃいけないんだなって、であのお母さんの言う通りにしてればいい子ねって言ってくれるから、いやそういうことができる子がいいんだねっていうふうに思ってて、うん、うん、だから自分で思った通りのことをやろうということを避けちゃってる、うん、うん、でこういう人ね本当に多いんです。あのいい子なんですよすごく、それで人にもあの当たりがいいのでっていうかね、さっきより自分が我慢すればいいんだなって人に対してはすごくいいですよね、うんうんうん、主張しないで、そうですね、うん、でそうすると本当に自分がどういう感情を持ってるのかどういう考え方を持ってるのか分かんなくなるんですよ、うんうん、それでその時はたとそれに気がついた時にあ自分はこういう病気なんだなっていう感じの方向に行ってしまったり、本当に自殺をね計画しちゃったりみたいな感じになって、うん、なんかある時に、ほら
自分を痛めつけることでその嫌な感情をなくそうとするんですね。あ、リストカットとかそういうこと。うん、ちょっとそれは行き過ぎかな。うん、でもそういうことなんですよ。うん、で、あの脳はやっぱり強い刺激しかを一本あの認識するので、それよりも痛みが強かったらそっちの方が優先して自分の気持ちがごまかせるんですよね。あれってそういう原理なんですね。うん、だからあの昔ね、うちにカウンセリング来てた人で、あの看護師さんだったんですけど、トイレにちゃんとあの消毒液と絆創膏とか置いといて、それでトイレでリストカットをするっていう。え、それもほら病院に勤務中に、うん、そういう人がいるんです。だからほらそこまでやらないけど、ほんの少しカットして消毒をして絆創膏をして、それで一応その場をしのぐわけですよ。あ、でもあのいいか悪いかは別として、それで解決するんですね。だそれでスッとするっていうね、要するに。だから逆にそれだったらね、あのそれこそ100円屋さんでね、安いあの瀬戸物買って、あのブルーシート敷いて投げたらっていう話なんですけど、あのね、一瞬ちょっと秋葉原で流行るか流行らないかの微妙で、あの安い皿をずっと投げ続けられるカフェとかありましたけどね。そうなんだ、やっぱり。うん、けど潰れちゃいましたけどね。やっぱり そこには何か感情をぶつけるところがあれば、ね、一時的な対処ですけどね。うんうん、それができあのなるので、だからリストカットよりいいよねっていう話なんですけど。あ、まあ確かにね。うん、そうか、その自分の感情をちゃんと分かって、そしてそれがコントロールできるっていうことがとっても大事なことですよね。うん、まず、うん、じゃあそこに向き合わなきゃいけないってことですね。そうなんです、そこに向き合わなきゃいけないです、うん、だからそのためにこの安心安全な環境が必要なんですよ。うん、でこんなこと言っちゃうとこういうふうに返されるだろうとか、うん、ね、こういうことを言うときっとあの人に迷惑かけちゃうかもしれないとかっていうのが、ね、あって、何も言えなくなってきちゃってる。だけど何を言っても大丈夫なのよっていう環境があれば言えますよね。まあ確かに、うん、だからすごい極端な話ね、薬局で隣のクリニックの先生の悪口をざんざん言ってく人もいるんですよ。やっぱそれが言える場も必要だから、うん、うん、とあとはあのほら、栄養指導とかあってね、はいはいはい、あれも食べちゃダメこれも食べちゃダメって言われて、うん、俺酒飲まないなら死んじゃった方がいいよとかって言ってくる人とかね、はいはい、いますね。そう、そういう時に、いやそうですよね、お酒飲めないなら死んじゃった方がいいって思うんですよねって言ってあげて、あ、そうなんだよそうなんだよっていう患者さんね、うん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 、だから例えばそういう人には、じゃあ大好きなお酒が一生飲めるようにするにはどうしたらいいか一緒に考えませんか、うんうん、って言って、そうすると、え、そんなことできるのっていう話で、あの一応まな板の上に乗せるわけですよ。そこで結果同じ話してるんですけどね。なるほど、うん、まあ、だからそのこの病気を良くして、ね、お酒もちゃんと飲めるような形にするために自分で治療を頑張りましょうというところに持っていく、うんうんうん、それが引き出すって話ですね。そうですね、うん、だからやっぱり一番難しいのはその、ま、本当まな板の上に乗せるとこですよね。うん、うん、そこが難しくて、一旦乗っちゃえば、まあ、あとはもうあのほらその通り転がしていけばいいから、うん、みたいなね、うん、そうですね、うん、そうなんです。でもね、今なかなかね、この間も先生おっしゃってましたけど、忙しいっていう、ね、のを感じちゃって話しちゃ悪いなって思うっていう、うん、そこすごくありますね。うん、うん、だから
まあ、そういうふうに思わせちゃっちゃいけない、たとえ忙しくてもあなたの話は聞きますよっていうような環境を作るということが必要なんだろうなと思います。うん、ね、やっぱりほら愚痴が出れば病気も良くなるからね。まあそうですね、まず最初あのネガティブな人が急にポジティブなことを言い始めることほど怖いことないですからね。どうしたって思うので、うんうんうん、そうですよね。でもね、面白いですよ、患者さんと話していろんな人がいるから。うん、そうですね、あの一回壮絶に面白かったのが、まあ面白かったっていうか解決したからあれなんですけど、なんかある日突然喋れなくなったんですよ。で、たまにちょっと気分にムラのある人だから、まあ、今日はそういう日なのかなって思ってから、うん、2週続けてそうだったんですよ。これちょっと2週続けてこれで3週目だったらちょっと聞こうと思って、で何なのって言って、何って言われたから、うん、どう見てもおかしいよって言って、なんでそんな話さなくなったのって言ったら、先生に言うことじゃない、いや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 、どう見ても今影響あんじゃんって言って、別になんか言いたくなきゃいいけどさって言って、何なのって言って、何よ私が悪いわけみたいな感じで、いやそうじゃないって、まあそうって言って、もう話したくないならいいけどって帰ろうとしたら、話し始めてデイサービスで隣の人とずっと喧嘩してるって、そっちかいっていう、何なのそれって言ってで喧嘩できる方がいいですよね。まあそうですね、ただなんかそのなんだろう、話聞いてるとどう聞いてても相手すごい認知なんですよ。それをまともに食らってるんですよ。だからそれさーって言って、じゃあ別に自分だけじゃないじゃんって言ってたら、なんかね12以下のちっちゃいデイらしくて、だから逃げ場がないっていう、って言って、じゃあ今度そう言われたらこう言ってみなよっていうのをちょっとずつやってったら、なんかね 3,4 週間後に急に泣き始めたんですよね、その人が。そうね、あーそっか、ここまで来たかと思って、じゃあ今やっとケアマネに言えるかなと思って、ケアマネに言うよって言って、そっから2週間後にはあの乗り越えてめっちゃ笑顔になってましたけど、あの元から浮き沈みが、今聞いてお分かりの通り浮き沈みが強いので、あの季節が来ると、あのちょうどこのぐらいの時期ですね、あの季節あります、はい、あの春と秋は要注意っていう、あのそこに引っかかってくる方なので、うん、はい、認知症もそうですよね、春と秋、春に来ると、うん、まあまあまあっていう、まあ、ちょっときついけど、まあ、治るから、暖かくなれば治るからいいけど、秋とか冬に出るとちょっと長引きますよね。うん、そうなんですよね。はい、だから本当にあの介護現場にいる方々大変な、ね、ことを一生懸命やってくださってるなと思うんですけど、うんうん、でもそれってね、家族だと書いてダメなんですよね。あ、私だって自分の家族だとダメだと思いますもん。だって第三者だから、うんうん、言えるけど、そうなんです、うん、そうそうそう、だから最後はね、自分のね住み慣れた家でっていうのが、逆にいいなというふうに思われてますけど、かえってその家族でね、ぎくしゃくして嫌な思いしてるんだったら、ね、施設でその優しいお兄さんお姉さんたちに面倒見てもらった方がいいかなっていうのもあるんですよね。まあそれか、家にいて家族に面倒見てもらうんじゃなくて、もうヘルパーさんがっつり入れるか。うん、そうそう、うん、やっぱり他人が入るっていうのはね、やっぱり必要なのかもしれない。うん、それが思う、うんうん、あのなんか子育ての方の話であるんですけど、私介護現場でもそうだなって思うのは、なんか密室に生まれたばっかりの子とかと一緒にいると、うん、まあ、うん、親がいた方が当たり前のことくいいじゃないですか、うん、ただ本当に密室でどこにも行けない環境で3時間いると、親がこの狂気になるっていう言葉があるらしいんですよ。あー、そうなんですかね。でもなんとなくわかるなと思って、だって介護もずっとお腹すいたお腹すいたお腹すいたって、多分その裏側には日頃行われてることで不満が溜まってるから多分言ってるんだなっていうのはわかりますけど、でも、うん、そこがわからずにずっとそれを言われ続けてたら、いや物の一つ投げたくもなりますよねっていう。まあそうですね、うん、うん、まあ、そうそう、 SOS を出してほしいですね。うん、そうなんですよ。だからね、
介護家族を支えるってことがとっても必要なんだと思うんですね、うん、そうですね。家族がねそういうふうにどん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 疲弊してっちゃうから、そしたらいい介護ができないから、やっぱり家族の方を一生懸命ね盛り立ててやってあげるっていうのが必要なんだなっていうふうには思いますね、うん、そうなんですよ、うん、だから私も介護家族の会みたいなのがあって、はい、その月1に開いてたことあったんですけど、でもまあそこの会に出てくることも大変なわけだからねそうなんですよね。そうここに来られる人はまだいいんだよって、来られない人たちにねなんとか手を差し伸べたいと思っても、まあ、なかなか それができないのが現状なんですけど、まあいろいろありますね。そうですね、はい、じゃあすいません戻してしまいましたが続きで大変だと思います。はい、はい、そうだからまあいろいろこの自分のことを話すっていうのはね大変なんだっていう話なんですよ。うまあ、薬剤師の話になっちゃいますけど、薬剤師だけじゃないかもしれないですけど、処方医に問い合わせができない薬剤師いるんですよね、やっぱり。なんか言われちゃうと、でこんなこと問い合わせていいのかなとか、いやなんか言われちゃったらどうしようみたいに思うと、言いたいことが言えなくって、それで最悪ちょっと事故ってほどじゃないけれども、まあ、そのね問題になったことがついこの間あって、うんうん、やっぱ自分に自信がなかったり不安がなんかあって、それでこうどういうふうに思われるかなって、さっき言ったようにどう思われるかな、薬剤師の人にくせにこんなこと聞くのっていうことを思われちゃ嫌だなとか、いろいろそう思うと聞けなくなっちゃったりします、うんうん、でも確実にいやそれはおかしいよねっていう、間違えてるかもしれない、医者だって間違えるんだしっていうことで、きちんとそれを説明して問い合わせができれば、ね、患者さんに対しても、ね、問題なく過ごせるしっていうか、危険ですからね、やっぱり命に関わりますからね、一桁違うとかそんなことだとね、まあそんなことも思いました。はい、だから自分に自信がなかったらもう本を調べてね、こういうことがあってこうなんですけれどもいかがでしょうっていうふうにきちんと聞いておかないといけないなっていうのをね思ったんですけど、まあ今までの話からきっとわかるかと思うんですが、相手にどう思われるか気にしてるって、そこがすごくこうネックになってるっていう気がしません？なんか気にしたところでわかん、うん、わかりますよ、わかりますよ、前までそうだったからわかるんですけど、気にしたところでしゃあないですからね、わかんないし。そうでも自分が評価されるためにはとかね、やっぱそういうところがあるんですよね。やっぱ子供でもそうじゃないですか、100点取った時は見せるけど50点だったらどっかに隠しちゃうとかね、うん、まあ、ちょっと違うかもしれない、そんな感じなんですよね。そうすると褒められるっていうことが必要で、なんかあ50点じゃあお母さんに怒られちゃうとかって、そっちの方で常に評価されることを気にしている。でそうすると大人になってからもやっぱり評価されるためにはどうしたらいいのか、まあ、評価されること必要ではありますけどね、うん、そういう行動を取るようになってちゃうと間違ってしまうこともあるかなっていうのがあります、うん、もしね、うん、そうリーダー的な立場から言うと、たとえその人が失敗しようが、ね、間違いようが、それはそれでちゃんと受け入れてあげて、でじゃあどういうところが失敗の原因だったのっていうことをフィードバックして、自分で考えてもらうようにってな形に持っていく、うん、こんなことしちゃダメじゃないとかね、これはこうだよって怒るんじゃなくて、どうしてそうなっちゃったのっていうことが必要なわけじゃないですか、次に起こさないためには。佐野さんに質問なんですけど、うん、それで聞くじゃないですか、はい、私最初絶対にそんなにね3回ぐらいまではそんなに怒んないんですよ、うん、それ以上になってくると怒り始めるんですね、さすがに、うん、でまあ最初の時も聞くんですよ、なんでこうなったのって聞いたら言えない人がいるんですよね、ごめんなさいって言っちゃう人、そうそうそう、そこ違う、そこを聞いてるんじゃないんだよって何回も言うんですけど、うん、それだけで1時間かかるんですよね、ああそうなんだよね。
だからごめんなさいで済まないよって、ごめんなさいと言えばいいと思ったのかもしれないんだけど、うん、それが、うん、自分のことをきちんと、さっき言ったように自分の感情もわからないって人ですよね。で、自分がどうしてそういうふうになっちゃったのかっていうことを見るのって嫌なんですよね、うん、失敗を見るのって嫌じゃないですか、うん、だから ごめんなさいもうやりませんってきっと子供の頃もお母さんに言ってたのかもしれない。どっちかっていうとそれで求めてる言葉って、いや別にできないならできないで、本当にごめんなさい、ここに関しては私できないのでサポートしてもらっていいですかって言われたら、でそれも言ってるんですよ、うん、伝えてるんですよ。だからもうそれだったらそれでいいからって言ったら、もう多分無理なんでしょうね、そのタイミングで話して。多分私じゃない人が話さないとダメだこれって思って、じゃあもうやっぱり先生が怖いと思ってるのかな。うん、まあでしょうね。うん、そうね。もういや、さすがにね、ちょっと一番私が怒るのは清潔不潔を守らないことなんですよ。さすがに、さすがにそこだけはやめてって思って。そうね。だからとにかくね、自分で考えてもらうっていうことが大事であって、うん、あの人に言われたことって人間結局できないんですよ。で、あの。なんだかな、その次のスライド、その次かもうちょっと先のスライドにもあるんですけど、うん、もう結局ね、自分で考えるってなんか人間は考える足であるとかっていうのがあったじゃないですか。ああ、ありますね。うん、そう、それと同じでやっぱり人のね、頭の中のことをやれと言われてもできないけれども、同じことを自分で見つけた場合には納得してその行動が取れるっていう、うん、パスカルはそんなことも言ってるんですよね。で、から自分で考えてごらんということが必要なんですよね。その清潔じゃない状況で、ね、自分が暮らしてるっていうかね、まあそのまあ、いいんですからね、クリニックですから清潔じゃなきゃいけないに決まってますよね、うん、だそういうところに自分が行ったらどういうふうに思うかっていうことを考えてもらって、それで改善できなかったら諦めるしかないですねっていう感じで、でも諦めちゃいけないんですけど、それを繰り返すしかないですね。まあそう考えると、あの、まあ、もちろんその、うん、ある程度のやっぱり人材っていうのが必要なので、採用って大事だなっていう、それはそうなんです、うん、採用は大事だけれども、その採用した後のやっぱり育てていくってことも大事なんですよね。うん、うん、で、あの、そう、まあね、粘り強くっていうことが必要なんですけど、うん、今の子たち粘り強くやる前にじゃあいいやって切っちゃう子が多いのかなっていうふうには思うんですけど、大変ですよ、あの育てていくのは。子育てと一緒だし、子供じゃないからもっと面倒だしっていうのね。だからあなたならどうするっていうふうに聞いてみるっていうのは一つだと思うんですよね。うん、だから先生の立場がね、自分がその立場だったらどういうふうにするっていうことを考えさせる。それもやったんですけどね。まあまあまあ、うん、もうだ多分ね、だからそこまで来ると多分もう、あの、おっしゃった通り諦めた方がいいだから、あの、やる前にこっちがやってしまうっていう、まあ、うん、端的に言ってしまうと合ってないっていう方向になっちゃうと思うんですけど、そうなると合ってない、うん、要は相性が合ってない。ああ、相性が合ってないね、うん、ああ、相性が合ってない。そっか。まあ、そこでね、そこ言い始めちゃうとあれですけど。うん。うん。いや、さっき言った、あの、ほら、気質に基づいたタイプがあるっていう話をしたじゃないですか。ああ、はいはいはい。だから、その気質はもう変えられないわけですよね。うん。で、あの、そのことによって、この人にはこれは期待できるけど、こういうことは期待できないんだっていうことを、こっちが認識するしかないんですよ。うん、そうですね。うん。だから期待できる方を期待して伸ばして、それで期待できない方がカバーされていくような形に持っていくっていう。う
で、あの人間ね、誰でもほら期待してるから怒りたくなるんですよね、うん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 、期待してなかったらもうしょうがないなって言って、この人はこういう人なんだからって諦めちゃってれば怒りも来ないんですよね。そうですね、うん、だからその時にその人を見極めて、例えばさっきのほら、親分タイプの人とかね、うん、は忠実に配下につけばすごくよく面倒を見てくれて、うんね、すごくいい上司なんですよ、うん、だけどなんていうのかな、じっくり構えててつってはカッという反応の仕方はしないから、うん、もしあれだと言ったら事前に、あ、こんなことをお願いしたいんですけど、いついつの会議までによろしくお願いしますって言って、もうメモを渡しておいて、それでやってもらう、うん、で、あと逆にさっきほら人に気を使って一生懸命喋ってるタイプの人っていうのがいたじゃないですか、うんうんうん、ああいう人に関してはもう本当につってばかーの人だから、すぐに対応しないと向こうがイライラしちゃう、うんうんうん、だからこの親分タイプの人と全然反対になるわけですよね、うんうん、だからこの人はそうなんだ、この人はそうなんだっていうふうに割り切って見られるようになると、あ、こんなこと期待してもしょうがないんだなっていうふうに思えれば、こっちのストレスが減ります。まあね、さすがにその何で怒ったかだけ伝えておくと、肝炎のものでベタベタ触ってたんでブチ切れたんですよ、さすがにそれはね、もうそれはだからもうその状態だったので、いやもうさ、それはもう人間がどうのとかそういう問題以前、すいません愚痴になりましたけど何でもないです、はい、いやでも、うん、やっぱりそこまでをねやらなきゃならない現状っていうのが悲しいですよね、うん、いや分かんないんでしょうね、うん、だからもうお願いだからそうないでいられるって結果的にもうそこまでいくと基本的に怒んないんですよ、怒っちゃいけないから、だけど、うん、その肝炎だけに関してはお願いだからやめてっていうすいません愚痴です、何でもないです、すいません、いやいやどんどん言ういや、うん、分かります、やっぱそう、うん、なんか、はい、笑いしか出ませんねって感じになってすいません、何でもなかったです、申し訳ないですいえいえ、でもね、やっぱりなんていうのかな、こっちがねしょうがない、しつこくっていうかね粘り強くやるしかないですよね、もしその子を育てようと思ったら。そうですね、もうそこを諦めちゃうんだったら、もうこの子はそういうんだからって、もういつでもねやめてほしいというね、そういう感じで構わないと思うんですけど、うん、うん、どっちかですよ。まあちょっとね、徹底して育てるって決めるか、うん、もうねこの子は育てても無駄だからっていうふうに割り切っちゃうか、うん、それ後者ですね、だから怒んないですよ、怒んないけど、怒ってる時は耐えがえる時どうしようかなっていう、まあそれいかんですけどね、いろんなそういう勉強会行くとこっちからなんかちゃんと声かけをしなきゃっていうのも分かるんですけどね、うん、分かるんですけどね、でも現実はなかなかその通りにはいかないですよね、あ、まあ、まだまだ人間性が甘いということですいませんっていういやでもそれっていうのはなんか本当にコミュニケーションとかそういう以前の問題だからね、いやでも本当に今までその出来上がってるところに行ってたんですけど、その元からその立て直すのはそれ数字的にね立て直すのは得意だったりするわけですよ、うん、でそこでアッパーが来るとまた同じ問題が起きるんですよ、うん、だそう考えて今私が学んだのは、私は01の方が向いてるっていうのにやっと気づきました01? あ、要は何もなかったところから、要は何だろう、あった方が楽なのかなって思ってたんですよ、後から入っていった方が楽なのかなって思ってたんです、うん、だってもう人もいるし、うん、何もシステムもできてるわけじゃないですか、うん、楽なのかなって思ってたんですけど、私これ向いてないっていうのに、すいません、やっと気づきましたなので自分でその元からその採用していくっていうのとか、もう今回ちょっと手伝ってもらってますけど、今うまくいってるのでなるほどっていう、うん、すいません愚痴です、何でもないです、大丈夫ですでもね、やっぱり
例えば必要なことは全部書き出しといて、うん、これだけ守ってくださいっていうふうに伝えるっていうのは必要ですよね。そうですね。今時常識だよこんなのってのは分かってでもできない子が多いんだから、うん、やっぱり最低でもこういうルールがありますからこれは守るようにっていうふうに作っておくのが今は必要なんですよね。そうですね。うん、で他の、今日、あ、そっか、あの佐野さん収録なんですけど、今日このあと今日収録してるのが日曜日なんですね。このあと鶴田歯科医院っていう先生が、まあそのチームビル、コロナ後のビルディング、チームビルディングの話してもらうんですけど、うん、その時にやっぱりルール決めしてて、人の悪口は絶対に言わないとか、ちゃんと注意されたらありがとうございますって言うとか、そのマニュアル、うん、じゃマニュアルなんだけど、その、うん、ある程度の決めなきゃいけないところは決めておいてからやった方がいいなっていう。うん、それはねもう絶対その通りです。あの一昔前みたいにね、あの何ほら門前の小僧習わぬ教を読むみたいな感じで、うんうん、こう体で覚えなさいとかね、あの背中で覚えな、ね、見てて覚えなさいみたいなのはやっぱり今通用しないので、うん、やっぱり必要なことはやっぱここではこういうルールがあるんでこういうことは絶対に守ってくださいっていうのは事前に作っておかなきゃダメだと思います。うん、うん、それをやることで逆にそれ以降のストレスがなくなるんじゃないかなと。うん、すごい分かる。すいません、ね、愚痴りました。はい、何でもないです。いやいや全然いいんですけど、すいません。あの逆にそういう実際の話の方がね役に立ちますよね皆さんに。完全なる愚痴すいません。はい、どうぞ。すいません、先続けてください。期待があるってことは、はい、まずまだ期待してるってことだから、あ、まあね、もう期待なくなったら愚痴も言わなくなりますよ。もうね、でまだ愚痴言ってる方は愚痴言ってるうちはまだいいのかなっていうね、逆な考え方すると。まあ確かに、うん、っていうことなんですが、はい、そうなんです。まああのこれもね、あのマニュアル的に目標設定するためにはこういうことが必要ですよっていうのを作ってますけど、はい、さっき言ったように自分のために自分で決める自己決定、これが大事ですよね。うん、だからあのどんなことをやろうと思ってますかっていうのが必要だし、どんなことが必要なのかっていうことを最初抜き書き出してもらうとかっていうのもいいかもしれないですね。うん、それとその先生の方と合わせてちゃんと合うかどうか、うん、多分そこにあの隔たりがあるんじゃないかと思って、うんうん、でこんなことが必要だ、これは最低で限度 あの必要なことなんだって思ってることが違うんじゃないですかきっと。うん、ね、そうですよね。だからそこをちゃんとねすり合わせをして、そこからスタートするってことが必要なのかもしれない。そうですね、まあ一応そう伝えてるのは細かく言ってねっていう、ただ本当にその一点だけ言ってるだけなんですよ。で、そうそうそう、ご苦労してやってるのがよくわかります。そうなんです、そうなんです、そうなんです。あのなので次からの人はすごく細かく連絡をしてくれるので超ありがたいです。うん、はい、まあまあ、それもあったから、うん、やっぱり採用って難しいなって思いますね。履歴書の見方一つにしろ、ね、そうだと思います。はい、はいはい、大丈夫です、すいません。先生のところに行ってどういう方々なのかを拝見してこようかしら。あ、でも今メンツ変わったので、すいません。あ、そうなん。うん、あの今いる人たちはすごくあのそういう言い方をするとあれだけど、今はすごく安定して動いてます、うんうん、今本当ありがたいです。やっぱりどこにでも いますよね、そういう困ったちゃんがね、うん、いや必要なのはもう分かるんですよ、はい、でよく言われる、なんだろう、そういうこと言い始めるとなんか上位 20% となんか 60% と 20% に分かれて、結果同様の人を集めてもそこに分類されるとかいう人もいるんですけど、うん、よくなんかそれも聞きません？なんかそうですよね、うん、けどあの今まで、でも、そこに入らない人たちはどうするかなんですよね。あの今でそれを言われてたとしても、今のやっぱりこの安定してる状態を見て本当に今ありがたいんですよ。
本当にそれ、うん、そこに関してはすごい感謝してるんですけど、それを見ると、うん、そうやって言われてた人たち、そういうふうに言ってきたコンサルさんたちいるんですけど、やっぱり会う人を周りに置いといた方が、あのね、全然フォローの仕方が違う。自分が未熟なんでしょうけどね、未熟なんでしょうけど、あの別に失敗する前にごめんなさい、これをやってしまったので失敗しました、あ全然いいよいいよいいよみたいな、だったらじゃあ今度こうして、で今私はここでフォローができるからこれでフォローするねって言って回せてるので、うん、素晴らしいですね、はい、いやもう本当、はい、今いる人材が本当にありがたいありがとうっていうはい、すいません、はい、何でもないです、はい、粘り強く、うん、っていうところがね、一つ必要なのかもしれないですね、うん、ほらその人を育ててその後に何があるのっていうことがあればだけど、その先が見えない人を育てる気にはきっと先生もなんないですよねいやでもまあね、それを選んじゃったのも自分なので、うん、そこは自分の責任でもあると思うので、あの、うん、そこがね、さっきあの最初の頃に言ったあのカウンセリング的に関わると、うん、絶対それを作った過去があるわけなんですよ、育つ段階で。なるほどね、うん、だからそこまで遡ってそれをいい状態を作るっていうことの再学習をすると、うん、今が変わるっていう可能性はある、うんうんうん、それ本当にカウンセリング領域になっちゃうかもしれない、もうそのくらい大変な人たちはまあでもそうでしょうね。あとなんか面白いこと言ってる人がいて、あの全ての人間関係は、うん、あの自分の親子関係に引っ張られてるって、うん、多分だから言ってること一緒ですよね、佐野さんと。そうなんです、うん、だから結局あの親って生まれて一番先に会うのは親ですからね、うん、それでその小さい段階、さっき言ったほら扁桃体に刻み込まれた情報から全て親が作ってくるもので、うん、であとは究極ね、その親の遺伝子を引き継いでるってことは、その親のだからおじいちゃんおばあちゃんの代、そのもっとその 前の代っていうのもずっと遺伝子がつながってるわけですよ、うん、だからそうなると、あの、まあ、すごいね、究極のカウンセリングがあってね、あの先祖代々からのカウンセリング、あの先祖様に対して、あこの先祖がこういうことをしたからそれが今に伝わってるんだっていう考え方をするのがあるんですよね。へえ。わかりました。それってあれですよね、うん、自分がもう会ったことのない先祖の話。そうです、そうです。うん。だからそれこそ遺伝子に刻み込まれた情報が伝わってるんですよ。それで実際ね、カウンセリングをやるとお母さんと娘さんで同じ先祖の状況が出てきたりするんです、本当に。え、それって会ったことないのに。会ったことないのに、うん、へえ。それで、まあ、その人の生き方が 今までつながっちゃってる。でその人が違う生き方をして、そして代々つないで今の自分になったら自分はどんな生き方がをしてますかっていうような形になる。そうするとそこで自分の生き方が変えられるんですよ。うん。うん。だからね、何かやっぱりそのネガティブ情報があって、それが引っ張ってるっていうことで今の自分のそのふさわしくないね行動とかが出てきてるわけですよね。うん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 。なんかそう、それを紐解いて過去から変えていくっていうようなね、そういうカウンセリング法もあるんです。それ面白い。面白いでしょ。まあ、似たようなことやってる人のやつに行ったことがあるんですけど、まあ、ちょっと、ちょっと独特でしたけどね。多分今の佐野さんの話だともうちょっと本当にカウンセラーよりなんだろうなって思うので、あとはだから自分がそれをやってるんじゃなくて、あ先祖様のせいなんだっていうね、あの外在するっていうね。なるほどね。うん、だからそれで自分のこととしては話せないけれども、あ先祖がここだったんだ、ここなんだっていうふうにしてその人に託して今の自分を語ってるっていうのがあるんですね。うん、そうすると客観的な見方ができるから、じゃあこんな自分じゃダメじゃないってところをどっかでキャッチするんですよ。
それでじゃあ本当の自分はどういう自分が理想だったんだろうって、どういう自分になりたいんだろうっていうこともそこからあの割り出して、そしてじゃあこうやって生きていこうにあの結びついてるんですね。なんか、うん、ちゃんとそういうカウンセラーのそういうので先祖の話って出てくるんだなっていうのを今日初めて聞きましたね、うん、そうですか。いやでもあの多分本当にそうなんだろうなっていうのと、あとなんだろう、その親と子の顔が似てるって当たり前の話なんですけど、ただそれもそう、あの面白い言い方した人がいて、あの親の因果が子に移るって言われて、多分それってまあちょっと違うのかもしれないけど、その先祖から来てるっていうのとなんか関係してたのかなっていう、うん、だからそう、親の因果が子に移る、まさしくそれなんですけど、うん、まあ、そんな先祖まで遡らないとしても、まあ、自分のお母さんがねすごいお仕事さん、お仕事さんで苦労してて、そういう状況を見ながら育ってると、やっぱりそれはその子に移ってるわけなんですよ、うん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 、そういうお母さんの思いっていうのがね、うんうん、だからそれと同じでもうちょっと遡っていくと先祖様から引き継いだっていうことになって、だからもしお母さんがそんな風に苦労してなくて伸び伸びと育っててね、うん、そしてあの自分に対してもおおらかな気持ちで接してくれてたら、今の自分はもっと違う自分になってたんじゃないかっていう風に考える。なるほどね、うん、そう、だからそれってそのカウンセリング法というよりもやっぱさっき言ったの外在化だと思うんですよね。ん、あの要するに自分のこととしては語れないけれども、うんうんうん、人のこととしては語れる、うん、わかる、うん、そう、だから一旦外に出して、そしてそれを客観的に見て、あ、じゃあこういう自分じゃダメなんだ、本当はこういうふうになりたかったし、こういうふうになれるんだっていうふうに自分を変えていくっていう、うん、うん、なるほど。そうなんです。いや、いろいろね、そう、本格的にカウンセリングをするといろいろ面白いですよ。面白いですよ。でもなんかあの正直ごめんなさいね、あのカウンセラーで今回その話をしてほしいって佐野さんに振っといてあれなんですけど、私ちゃんと見れるカウンセラーって、うん、ごめんなさい、今まで一人も会ってきたことがないんですよ。佐野さんすごい見てるんだなっていうのだけすごい分かって、うん、あのすごい安心しました。それも嬉しいです。そうなんです、私もあのカウンセリングってなんかあのどんなんだろうって、なんかねちょっとうわ信用できないみたいなとこあるじゃないですか。そう でもあの私がたまたまその入り込んだのは薬剤師のカウンセリングってことで、それこそ患者さん支援のためにっていうところから入り込んだんですけど、うん、それがどんどんあの はまってっちゃって、うん、それをやってみると実際本当に変わるんですよ、みんなクライアントさんが。で、まあ、あの私自身も変わりましたし、そうだから過去のネガティブなものを引きずらないで済む、うん、で過去はね学ぶためだけにあるっていう言うんですよ。あ、でもあの変わると分かりますよね。例えばブラック企業で働いてたとしても、うん、絶対後でそれってあのそこでねうつ病で死んじゃうとかだったらさすぐやめた方がいいですけど、そうじゃないんだったら、うん、やっぱりな後で笑えるような状況って絶対来るような気がするんですよね。そうだからいろんなの大変な思いとかね、あの、うん、ネガティブな思いをいっぱいしたっていうことは、うん、宝物だよっていうふうな言い方をする、うんうん、すごいわかる気がしますね、うん、そうそう、だからその宝の原石を、ね、あのダイヤモンドにするか、ね、っていうのをただの石炭にするかっていうのは自分次第だよっていうこと、うんうんうん、そうですね、うん、だそこに引っ張られちゃうとマイナスになっちゃいますもんね、うん、だからちょっとしたことでも、うん、あのまあ、時間があるときにねそんなカウンセリングするわけじゃないけど、ちょっとしたそういう手法を入れることで患者さんの顔がパーッと明るくなります、うん、うん、すごい喜んで帰ります。うん、わかる、こっちも嬉しくなりますけど、うん、うん、そう、いやだから本当私あの待ち時間とかね、薬局の待ち時間とかに患者さんが待ってる間にお話を聞くとかね、そういう仕事をやりたいなと思うんですけど、う
でもそれってあの点数つかないからお金にならないんだよね。そうなんですよ。あの、ね、そこにこう共感して逆に企業がお金出してくれるんだったらいいけど、処方しないとね、うん、委員の点数にならないですからね。そうなんです、うん、まあそんなことでいろいろあります。いや、また逆にあのカウンセリングをって言ったらカウンセリングあの何そのものでまたお話がさせていただけることもありますけど、はい、うん、あ、ごめんなさい、途中であの話切っちゃったので、あのここの話してもらっていいですか。いや、でもね、あのほら、うん、今本当にもうあと今月で終わりですかね、もしかしたら。ああ、でも多分ね、イカイジェコは私多分来月やんないですよ、おそらく。あの緊急事態宣言中はね、うん、あれだけど、うん、多分結果的にその段階的に解除になりそうな気がするの で、うんうんうん、でそうなってくると、いや、あ、ご申し訳ないんですけど、絶対第2波来てどうせまた、うん、自粛になると、ごめんなさい、思ってるので、もうそれが怖いですよね、第2波、第3波がね。あ、もう第2波、第3波は絶対来ると思っているので、あの多分あのまだ続けるえ、まあ、うん、それであの、うん、ちょうどあのインフルエンザの時期とね、そう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 、一緒になっちゃったりとかってして、うん、なんか恐ろしいなと思ってますよ、私も。そうですね、あの、うん、この教訓を生かしてあの来年の冬に備えようって思いますけどねでもまああのワクチンがなんとかねちょっと開発されそうな感じなので少し安心できるかなと思うけど、インフルエンザのワクチンと似てる感じになるかなって思うんですけど、気のせいかな。ワクチンもね、だから結局インフルエンザのワクチンでも高熱出したり、ワクチン打ってからでもね高熱出したりして苦しんでる人もいるから、うん、どれだけそのワクチンが効果があるかわかんないですけどね。だって元から界面活性剤でお亡くなりになるウイルスなので、そりゃ作るの難しいでしょうねと思うので、うん、でも今だいぶあちこちの国で開発はしてるみたいですけど ね、早いと今週今度の秋ぐらいにはというのもありましたけどね。頑張れ、どうなんて、うん、うん、そう、でも本当にコロナのおかげで生き方生活の仕方がね改善していきなさいっていうことなんでしょうね。うん、またまたまた、この目標の5原則だけ教えてもらっていいですか、はい、すいません、それネガティブスパイラルからの脱却っていうのがあって、ふんふん、でもこれ多分上からいかないと分かんないやつだなと思って。いやいや、ここだけ大丈夫です。これはもうさっき言った内容ですよ。あ、一緒、そう、結局ね同じパターンで人生暮らしてるんですよ。うん、確かに。で、うん、で何かの、スパイラル入っちゃってネガティブなところからいつも抜け出せないでいる、うん、でもそのいつも同じパターンでネガティブスパイラルだけど、それをやることによって何かしら利得があるんですよ、うん、嫌な思いをで、こういうふうにしてれば嫌な思いをしないで済むとか、うん、なんかそれをもっと積極的に解決していくことによって、ほら過去から学ぶね、再学習化ですから、うん、そこのところをやっていくともっと前向きに進めますよという話なんですけど、うん、でこの目標化結構大事でね、あのみんなね大目標を掲げるんですよ。でこのためにはって言って、うん、できなくて挫折してたりすることが多くて、やっぱりそれをもっと小さな目標に切り替えてって、もう今日すぐにできる目標、もう今日帰ったらこういうことをやろうっていう風に、じゃあこれができたらその次に行ってこういうことで、じゃあ1週間後にはこうで、1ヶ月後にはこうで、1年後にはこうなってるだろうということの目標を最小化するってことが成功の秘訣なんです、うん、でここにあの小目標の基準で書いたんですけど、最後のこう実行自信度 90% 以上、できれば 100% 大丈夫ですよっていうことを決めてほしいです。よくほら、あ、五分五分かなって言うじゃないですか。五分五分ってことは 50% できないってことが決まってるわけでしょ。ああ、その段階でね。そんなこと言う人もしょうがしょうがないじゃないですか。うん、ほら、絶対できるよっていうところまで落とし込んで、それをやっていく。だからできないとまたネガティブな情報が積み重ねられてストレスがたまるわけですよ。うん。うん、からそういうふうに実行
可能な目標をまず立てて、そこからスタートしましょうということ、これが大事、うん、そうですね、はい、まあ、ということです、うん、これまあちょっとね、今回あの医院のことと患者さんのことで結構あの被ってるところもあったんであれなんですけど、この大目標、中目標、あの小目標に関してはよくその経営の本とかに書かれている大目標が、おそらく医院でいうとコーポレントアイデンティティ、医院の理念、うん、で中目標がまああの、まあ、簡単に言うと1年の目標だったりで、小目標が1ヶ月の目標だったりみたいな感じのイメージかな、うんうんうん、そういうことです、そういうイメージです、うんうん、だから必ずできる目標を作っておくってことなんですよ、うん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 、だからできそうもない目標を掲げておいても、まあ、それは将来的にできるかもしれないけど、じゃあそのためには何をやったらいいのってところをちゃんと考えておかないと宙に浮いちゃうんですよ、目標が、うんうん、なるほど ね、 でね、これはあの患者さんに、まあ歯科領域だと1日必ず3回食後に歯を磨きましょうとか、なんかそんなことかもしれないんですけど、うん、そうだとしたらこの期間限定ね、この次来る時まで、例えばね、子供みたいにあのカレンダーに花丸シールを貼るとかね、できましたっていうハンコ押すとか、もうそこまで具体的にやってあげて、です、そしてじゃあ毎日食後3回できますねっていうことで、もしそこを無理しないでね、お昼出ちゃったらお昼は磨けないよって人がいたとしたら、そこを無理にお昼はこうして磨いてくださいって言わないで、うん、じゃあ朝晩だけ必ずできますねっていうことで、まずそこをやってもらって、うん、で必ずできたら、じゃあお昼は歯磨きを持って職場に置いとこうっていうふうに自分で考えられるじゃないですか。じゃあその次の段階で、じゃあ朝昼晩磨けたんですね、すごいですねっていうふうに段階的に持っていくってことなんですね。なるほど、そうか、それってこっちから提案するんじゃないんですね、うん、そうそうだ、自分で決めてもらうってことがね、さっきの提案に大事なんで、うん、そうか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 、うん、でそれも必ずじゃあ朝昼晩磨きますって言ってって、この実行自信度が 90% 以上じゃない場合でね、ほら昼は磨けないのかもしれないのに、うん、一応朝昼晩やりますって言うじゃないですか。そうするとそれができないから自信をなくすっていうことで、次にやろうっていう気がなくなるんですよ。で、うん、朝晩できちんとできたら、あ、自信がつくじゃないですか、うん、そしたらじゃあお昼もやできるかなっていうふうに自分で加えてって、うんうん、それで朝昼晩できたら、あ、素晴らしいね。でその次に磨き方は今度こういうのができればいいんですよ、だから自分流じゃなくてね、うんうんうん、そういうふうにだんだん段階を上げて目標を高めていく、うん、うん、そうか、いきなり難しい、だからあのスタッフに対してもそうですよね、うん、ここは必ずやってね、うん、やった、できたじゃないって褒めてあげて、一応バカバカしいですけどね、うん、それで、いや次はこれもやってみる、できる、はい、できると思います、いや、できると思いませんって言われちゃったら終わりなんですけど、できると思いますっていう目標を作ってあげると、うん、まあ、少しずつね、だから高い塀はいっぺんに登れないけど、まあ、一段一段ステップ踏んでいくには、知らないうちに高い塀越えちゃってるじゃないっていう、そういう話です。まあまあ、ということで、まだまだ勉強の違いがある人生のようなので頑張ります。うん、そう、なんかまあまたも同じ、まあ繰り返しになりますけど、結局ね、自分でやりたいっていう動機があって、うん、それ自分の持ってる資源を使ってできるっていうところでまずスタートしないといけないっていう話ですね。でこの、まあ、自立性尊敬尊重しって、これは違う字の自立性もあるじゃないですか。でやっぱりそれが大事なんですよね、うんうんうん、の介護についてもそうじゃないですか、やっぱり自立支援が大事だし、うん、そうですね、うん、そう、そこのところをちょっとまだるっこしいけど頑張って見てあげているという、それですね。それで、まあ、このさっきのね、行動変容、今行動変容って簡単に
使ってますけど、なかなか難しいことなんですよ、実際行動変容するには。そうですね、うん、でもそのまあ動機を強めるってことと、まあ、それをやる方法をね、負担を軽くする、あとはだからいろんなこんな方法があるよ、こんな方法があるよって一応アドバイスをして、その中から自分に適したものを選んでもらってっていう、うん、でこの社会的支援、ここがもう皆さん方の分野ですよ。でたとえあ頑張ってねっていうだけでも支援になる、うん、で何かあった時に分かんなかったら聞きに来てね、失敗したら失敗しない方法を教えるからまた来てねっていう形で支援をしてあげるということ、で行動を、ね、変容できるように、うん、なるべくサポートしてあげてくださいっていう話です。うん、これね、あの最後あの私の自慢なんですけど、日野原先生がこういう本出されて、その時に人はいつからでも生き方を変えられます、体も心の持ち方も決意次第で変えることができますって先生が書かれたところに、私がこのコメントをしたの出したのが採用されました。日野原先生、とても及びませんが、私も人生半世紀を過ぎてから生き方が変わりましたね。私のところにカウンセリングにいらっしゃる方は70代80代で変えてます、素晴らしいなと思います。そう、もうなんか80過ぎて飛行機に乗ってあの外国に行った人とかねいますので、あのすごいですよやっぱり、うん、という話なんです。そうですね、日野原先生はね、うん、元から高齢者がつながるには Facebook のイベントを活用した方がいいっておっしゃってた先生ですもんね。最後にね、うん、本当になんかあの亡くなられた後の講義 の, あの予約とか全部入ってたらしいですけどね、ここから先10年分ぐらいっていうのは、はいはい、あのただ演者側はみんな結構こう大丈夫かなって心配になりながら公演依頼出してたって話は聞いてましたけどね。それはそうですよね。うん、でもそれも励みになったんですよね。だってその年齢でそれだけ呼ばれるって普通では考えられないですからね。ねえ。でまたそれをこなしてたんですよね。そうですよ。すごいですよね。それすごいですよね。まあ、見習わなくてはいけないと思います。これで私の話を終わらせていただいてよろしいでしょうか。あのすいません、応援しております。すいませんでしたっていう謝罪になりそうなんだけど、ありがとうございました。そして長い間聞いてくださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました。ほぼ途中私の愚痴ですいませんっていう、いやそういう方が皆さん聞いてて楽しいかなと思うので大丈夫だろうから、うん、自分でやっといてなんですけどいやでも本当にあの毎晩続けられたってすっごいと思います。もうこれはなんか表彰もの。そっか、ね、まあでもまだもうちょい続くと思いますよ。あとね、佐野さん、面白いことが起こったのこの間、はい、高橋先生と放送しててね、うん、もう今まで散々そのね体の傷とかね出してきてたわけじゃないですか。で、うん、この間高橋先生フットケアだったんですよ。あ、ごめん聞かなかった。あ、全然大丈夫なんですけど、あのね、うん、あのフットケアだった時にまさかの YouTube からバンされたんですよ。もう笑っちゃった何あ、 YouTube から配信切られたんです。配信切られることをバンって言うんですけど、おそらく多分グロ画像と認定されたんだろうな。そうで、あれ異議申し立てができるんですよ。で、私も悪かったのが、あのやりながら録画してなかったんですよ、うん、だから結果的に復活してるんですよ。あの、うん、AI が自動的にやってるので、それが本当にその規約違反なのか医学的なものなのかが分かんないんですよね、うんうんうん、そうですね、そう、うん、で異議申し立てしてチェックしてもらったら再度アップされたんですけど、そのちょうど切られたところで動画が切れてるって言って、高橋先生ごめん、もう一回同じ内容やってっていうここ1週間の中で、ね、私の中では結構面白い事案です。うん、でもそれは確かに分かりますよ。はい、うん、切られるような風に思えたんでしょうね、そう、素人的にはね。でもただあの見てた人からすると、いやもっと危ないのあんたじゃんって私もそう思うんだけど、だから多分足って分かる画像がやだらと出てきたから、多分足で判別してストーンっていったんだろうなって思って、
うーん、私あの次期待してるのはもう一回バンされるんじゃないかって思ってちょっと期待してるんですけど。あ、うん、そう、それはじゃあ、 あの次の時いつ30日ですか、もしかしたら。30日かな、ちょっと待って、だから前ほら10ずつで言ってるじゃないですか。そう、失礼ってなきゃ、あ、30です、30です。じゃあ、 あの30楽しみにしてます。翌日でもあの見られるんで大丈夫ですよ。翌日にアーカイブが残ってなかったら、あ、バンされたなっていう。だからやっぱその、その瞬間見たいじゃないですか。普通に切られるだけですよ、ボンって。それはあの、いや、めったにないから、ぜひそういうところがあったら見たいです。はい。わかりました。すいません、というわけで多分佐野さんまだ続くと思います、これなので、うん、あのなんだ、表があるってさっき言ってませんでした、なんかその、ああ、その、うん、わかりました、はい、出して大丈夫、うん、あの内容を入れますけど、 またやるんですか。いや、あの佐野さんが気づければ全然大丈夫です。そんな、もっと いろんな人をお誘いしてみてください。いや、あの誘ってもいるんですけど、あのいいお話と、あのすごく話を聞いてて興味があるので、もし佐野さんがご迷惑でなければもう一回出てもらえると嬉しいかなと。いや、そうおっしゃっていただけるとありがたいです。はい、はい、せっかくなの でお邪魔じゃなかったら、こんな話でよかったら、はい、また機会を設けてください。ありがとうございます。じゃあ、期待しております。はい、あの、高橋先生にもよろしくお伝えください。伝ってきます。というわけで、今日は TOS 健康企画の佐野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、在宅歯科カレッジは自粛期間中に、毎日夜の10時から配信をしております。この動画は、冒頭でも申し上げましたが、事前収録となりますのでご了承ください。もし今日の、佐野さんにお問い合わせしたい場合は、YouTube の概要欄に書いてありますので、そちらの方からお問い合わせよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いします。それでは皆様おやすみなさい。